どうも皆さんこんにちはこんばんはナッツです。 今回はバックフォーブラッドの動画になるんですけど、えー、全クリーナー、生存者側のキャラなんですけど、そのアンロック方法と、ちょっとした注意点、そしてやっぱり始めたばっかの時って、どのキャラ使っていいかよくわかんなかったりしますよね。そんな迷った時におすすめのキャラ、まあ現段階でわかる範囲にはなるんですけども、簡単にご紹介します。ちなみにこれは早期アクセス始まって結構すぐの動画になりますので、まだね、把握しきれてないところが結構あったりします。なので、もしかすると、ちょっとお 間違ってること言っちゃうかもしれないっていうのと曖昧な部分が結構多いのでご了承くださいそれではまずはキャラクタークリーナーのアンロック方法からお話ししますはいこちら8人キャラがいると思うんですけどこの中で初期から使えるキャラは半分の4人になりますこれ確か左側の4人が初期から解放されてるキャラだったと思いますで右側の4人ドクホフマンジムカーリー この4人をまず解放していく感じになるんですけど、アンロックするための特殊な方法があるとか、特にそういうわけではなくて、キャンペーンをやっていれば勝手にアンロックされていきます。自分はクリアするたびに毎回確認してたわけではないので、細かいところがちょっとわからないんですけど、とりあえず1の4までクリアすれば全てのキャラアンロックされるはずです。 ここがね、ちょっと覚えてなくて、1の4までクリアすれば4人全員アンロックされたのか、1の1、1の2、1の3、1の4で1人ずつアンロックされたのか、ちょっと覚えてないんですけど、いずれにしてもこの序盤で全てのキャラアンロックできます。そしてここでちょっと注意点なんですけど、このゲーム、キャンペーンはキャンペーンでも、ソロキャンペーンと通常のキャンペーンがあります。この2つなんですけど、基本的には通常のキャンペーンをお勧めします。 あのソロキャンペーンの方は物資ポイントが入らないんですよね。それともしかするとソロキャンペーンの方だとクリーナーのアンロックができない可能性がありますなので基本的にはソロキャンペーンではなく通常のキャンペーンモードをおすすめします はいそれではどのクリーナー使ったらいいかよくわかんないなっていう時にとりあえずおすすめしたいクリーナーご紹介しますちなみに今後高難易度とかに挑戦していく時にどうなっていくかっていうのはまた別のお話になりますのでご了承くださいまずはこちらウォーカー ちょっと性能小さくて見えにくいので大きく出しておきます。なんて言うんですかね。一番癖のないキャラといいますかシンプルに強いと思います。特にダメージプラス10%とチームの効果、チーム体力プラス10。シンプルにありがたいやつですよね。本当に癖がなくて強いキャラっていう感じだと思います。迷った時はこれっていうので一番に浮かぶのは多分ウォーカーですね。初期武器はこれ M4 とグロックかな まあ最終的には、リアリティが高いものと交換したり、どんどんアタッチメントをつけていくものではあるんですけど、多分全部のキャラの中で初期武器使いやすい部類に入ると思います。初期武器にも癖がないっていう感じですね。続いて、ドク、回復効率プラス20%とかっていうのも優秀なんですけど、特にチームの効果、チーム外傷体制プラス25%っていうやつ、これがね、結構強いんじゃないかなと思ってます。 この外傷っていうのが実は結構厄介で敵の攻撃などによって受けるダメージタイプの一つなんですけど外傷ダメージっていうのを受けると最大 HP が減っていくんですよね減っていくというか包帯とか救急キットを使っても HP 最大まで回復できなくなります 一応医療キャビネットを使ったりとか治療できるカードもあるんですけどまあ、かなり厄介ですよね例えばカードの効果とかで最大 HP を200とかまで上げたとしても外傷ダメージ結構受けてると最大 HP120 とかまで落ちちゃったりするのでその120っていうのは例えばの話なんですけどその外傷の耐性を25%をチームにつくっていうのはかなり強いと思います。 で、初期武器としてはサブマシンガンの MP5 とハンドガン。これはベレッターかな自分の場合はサブマシンガンってあんまり使わないので基本すぐ持ち帰るんですけど、でも癖のない構成ですよね。これも初期武器としては基本的に使いやすい構成だと思います。続いて、ホフマン。これはどれも結構効果を感じやすいものだと思います。オフェンスインベントリプラス1っていうのを除いて弾薬系ですね。弾薬カツカツになること多かったりするので強い効果だと思います。オフェンスインベントリプラス1も 強いですよねオフェンスインベントリーって言うと火炎瓶とかグレネードとかになるんですけど、まあ、持てる数が増えるという感じなんですけどそこからさらにカードで増やしていくこともできるので結構強いと思いますただちょっと初期武器が微妙かなショットガンを使うにしても個人的には他のショットガンに持ち替えたいかなっていう感じですかね他と比べるとちょっと初期武器が微妙なところはあるんですけどキャラの性能としては非常に優秀だと思います 続いて、個人的にウォーカーと同じぐらいゲームになれるまではおすすめのキャラなんですけど、こちらカーリーになります。クイックインベントリープラス1っていうのがあるんですけど、これは例えば弾薬箱とかですね、クイックインベントリー1枠増えるの結構でかいです。 でゲームに慣れるまでかなりおすすめって言ったのはこの一番上の効果なんですけど結構近くの距離であれば変異体とかあとカラスとかスポットされるんですよね自動で戦闘時で言うと乱戦の時とかにかなり分かりやすいですただこれは手動でスポットしてるわけではないので自分だけハイライトされて見えてる感じだと思いますあの壁とかにある巣から飛びついてくる変異体いるじゃないですか あの油断してるとすぐ捕まっちゃうやつあれとかもある程度距離が近ければ壁越しでも赤くハイライトされるのでかなり便利なんですよね。 あとはそうですね、カラスが大量に配置されてる時、マップによっては気づかずに近づいちゃって、そのままカラス飛ばしちゃってっていうことがあるんですけど、このキャラ使ってれば近づいた時、カラスも赤くハイライトされるので、すぐにピンを立てることによって、チーム全体でしっかりカラスをかわしていけるんですよね。そういう効果を持ったキャラになるので、特にゲームになれるまではおすすめのキャラになります。で、初期武器なんですけど、テックナインと AK ということで、かなり使いやすくて頼れる組み合わせだと思います。 個人的には初期武器の組み合わせでで番好きですかねえ今4キャラご紹介させていただいたんですけどこの4人は個人的に迷った時におすすめのキャラになりますのでよかったら試しに使ってみてください。 はい。ということで、ざっとご紹介させていただいたんですけども、本日の動画いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして少し前に Twitter が新しくなったんですけども、概要欄に新しい Twitter の URL ありますので、そちらからフォローよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。